はい、こんにちは、秋坊こと秋広です。今日はですね、またまたロッテリアさんに行って毎月29日に発売されている和牛ブランドのハンバーガーを買ってきました。今日は2月28日なんですけれども、2月だけ29日がないので今日発売になったみたいで、今日のは豊後牛バーガーですね。こちらにあるんです。ということで早速出してみます。こんな箱に入ってます。これ前のね、神戸牛を買うた時と同じ入れ物ですね。で、今回はね、ちょっと安かったんですよ。前はね、ドリンクの M がついて1500円やったんやけれども、今回はあのドリンクだけかなと思ったら、スープも選んでも結構ですっていうことやったんで、今日はコーンクリームスープを選んできまして、で、このコーンクリームスープが260円やったかな。で、あのそれも含めて1300円、だからまあ実質1240円か1250円か、まあそんな感じやね。まあだからあのドリンクかスープ250円か60円のついて1300円でした。で、今日もたまたまサイドメニューで面白そうなのを1個見つけたんで買ってきました。で、じゃじゃーん、これね、まあ見てわかるか知らんけど、リングの揚げ物なんですけどね、オニオンフライなんですよ。で、僕ちょこちょこマクドナルドさんとか行ったりするんですけれども、ポテトはどこ行ってもありますやんか。でもそのオニオン、玉ねぎのフライってあんまりそうそう見なかったんですよね。ほんでたまたま見たらオニオンフライってのあったから、あれ、これうまそうじゃんかと思ってこうでいたんです。そういうことで、まあさっき全然今日と関係ないですけど、ちょっとこのオニオンフライ、さっきちょっとご賞味してみたいと思います。うん、ほんまにね、玉ねぎの何だろう、そのままフライにしただけ、ま、何の味もせえへんな。そういう意味で言ったらポテトとかの方が塩味効いててうまいか知らんけど、特に味しません。ただね、オニオン、玉ねぎのフライやなっていう、すごく健康に良さそうな感じ、それだけ。ということで、ちなみにこのオニオンフライは290円、こんだけ入って290円、そんなにないんかな。いやでも10個ぐらい入ってるんかな。もうなんか10個はないんか、7、8個ぐらいかな、こんな感じ。これで290円なんで、また興味のある人オニオンフライ頼んでみはったらどうですか。ということで、今日の大本命、豊後牛とこのコーンクリームスープ。このスープもね、ロッテリアさんのスープって食べたことないですよ。ちょっと、さっきスープを、こんな感じじゃない、こういうトロ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 、こんな感じ。これ260円やって。おお、あ、まあまあ、あ、でも、うん、スープっていうんか、そうかな、スープ、そうやな。あのね、うまいのはうまいね。でもね、普通のポタージュスープとかありますやんか、あんなんと比べたら全然薄い。薄味っていうんじゃなしにね、ほんまに薄いわ。だから、うん、塩分控えめとかそんなんじゃなしに、味付け自体が結構薄い。だから濃厚なスープとか好きな人はあかんわ。僕どっちかというと濃厚な味付け好きやから、まあ、なんていうの、ジュース感覚とまでは言えへんけど、ほんまにその、うん、ちょっとその汁物を飲む程度っていう風な感じやったらいいですけど、味ちょっと薄い。ということで、本命の豊後牛開けてみましょう。パカーンとこの箱を開けるとこんな感じやね。前の神戸牛の時と一緒か、こんな感じやね、こんな感じね、こんな感じね。今回もこれこっつそうやな、これこんな感じ。今回もこれ重たいですわ。開けるとこんな感じで、ここにオニオン、オニオン結構入ってますわ、ほら
玉ねぎね。で、特にソース系みたいなのはないんやけど、そやね、こんな感じやね。こんな感じ。だから、玉ねぎが下に引いてあって、お肉があって、で、バンズで挟んでるっていう感じ。前のね、神戸牛はね、白いバンズやったんですよ。で、もっとね、持った感じやっぱり柔らかかった。これだから普通のバンズなのかな。ちょっと食べてみます。どっからや。うん。前回の続きやっぱりごっつい肉厚。見てこれ。ちょっと見にくい。ほら。そんなにね、柚子胡椒とかあの味はあんまりしない。あの、でも、うん、和風ハンバーグみたいな感じだね。で、あのやっぱり前の神戸牛と一緒で、すんごい肉肉しい。あの、安物ハンバーグとかそんなのなしに、ちゃんとしたハンバーグ屋さん行って、なんていうの、ビーフ 100% いうの、ああいうのでやったしっかりした大人向けのハンバーグってありますやんか。そんな感じのハンバーグ。だから、子供っぽい味付けじゃない。ごっつい大人チックな、高級チックな和風ハンバーグの味付け。それを挟んでます。で、バンズはね、どっちかってちょっと柔らか系。柔らか系、前回の神戸牛に比べるとそこまで柔らかくないけど、でもやっぱり柔らかい。だから、うまい。よく味が染み込んでる。ごっついよ、これ。うん、前回もそうやったけども、うん、やっぱりね、神戸牛と今回は豊後牛、この違いは分かるから、それは分からん素人やから肉の違い言われても分からんけど、でもまあブランド牛っていうのも、まあ、安いやつかブランドかっていうのもこれも分からんけど、でも確かに高そうな肉をいっぱい使ってんねんな、結構値段するやろなっていうのは分かる。だから普通の売ってるハンバーグとかに比べるともう全然肉が違うわ。こんなね。うん。まあ、ね、結構高い予算なんで、興味のある人はまた買ってみはったらいかがですか？っていうことで、皆さん、コメント、高評価、チャンネル登録、またよろしくお願いします！